ケビン・ヤング・ケビン・ヤングはアメリカ合衆国ロサンゼルス生まれの元陸上競技選手。1992年バルセロナオリンピック男子400メートルハードルの金メダリストである。カリフォルニア大学ロサンゼルス校の学生の時1987年と1988年の NCWA で400メートルハードルで優勝。ヤングは1987年の パンアメリカンゲームズで国際デビューし2位でフィニッシュした。1988年ソウルオリンピックでは4位でエドウィン・モーゼスの一つ後ろであった。また、1991年の世界陸上では再び4位に入った。1992年、ギャングは全米選手権で初のタイトルを獲得し、バルセロナオリンピックを46秒78の世界新記録で優勝した。 2018年6月アブデラマンサンバが46秒98の記録を出すまで400メートルハードルで47秒を切っている者は彼しかいなかった。彼はハードル間を12歩で走り、後に13歩に切り替える。これはヤングのみが完璧に行える技術である。ヤングの世界記録の走りは他の点で目立った。当然早かったこともあったが、オリンピックの決勝でヤングは、 最終ハードルをスムーズに越えられなかっただけでなく、後続選手を大きく引き離し、減速し、腕を上げて、フィニッシュラインを越えた。なお、同じく、バルセロナの200メートル準決勝で、マイク・マーシュも似たようにゴール前で減速し、当時のオリンピックレコードの19秒73で、フィニッシュした。百九十三年、ヤングは二度目の全米選手権のタイトルを獲得し、 その2週間前の1993年の世界陸上でザンビアのサミュエル・マテテに破れるまで25連勝した。なおヤングの世界記録46秒78は2021年7月1日、ワンダダイヤモンドリーグオスローにて、ノルウェーのカールステン・ワーホルムが46秒70を出し、破られた。加えて、オリンピック記録は同年8月3日。 2020年東京オリンピックで上位3選手によって破られた。ケビン・ヤング400メートル、ハードルズワールドレコード46.78、YouTube。ありがとうございます。